はいどうも、トシです。イエーイのイエーイ。今日はですね、アライテンとトリックルライズ1の設営レビュー。初心者でも簡単ということでですね、アライテントさんのトレックライズ1です。はい、アライテントトレックライズ1の設定ですね、レビューさせていただきたいと思います。はい、でこれトレックライズの1買うと一緒に付属品としてポールとペグです。はい、がついてきます。はい、では早速設定の方ですね、していきたいと思います。はい、まずこう開封ですね、こうバーッと、はい、開封、はい、こうバッと開きます。はい、そうするとこのように、あ、このように2つですね、2つシートが入ってます。はい、こんな感じ、こうバーッとバッと、はい、こんな感じ。はい、でこちらがあのフライシートっていうのかな、雨がこう雨よけ、レインガードになったりとか、まあ風とかもねこう抑えてくれたりとかして、まあこれ上からかぶせるやつです。はい、で問題はこちらの、はい、シートの方の骨組みとかですよね。これこんな大きいんですけど、はい、まあ初心者さんでも簡単なはずなんで、これバッと開いて、とりあえず、はい、どうなってんのかなみたいな、こう開いてあげるといいと思います。で、こういうなんかポール通す糸みたい、なんだ、こうポール通す、こういうあれがあるんですよ。この何、ポール通す用のがついてるんで、あ、なんだこれ、あ、こっから通すんかなって。はい、他のところもこうついてるわけですよ。はい、ですのでまず広げてみ、あ、こういうとこですね。こっからほらバーッと紐がついてるわけで、じゃあこれ、はい、やってみましょう。はい、まずはバッとこう床、広いところにねこう広げてあげる、見えるかな、はい、広げてあげます。はい、でポールですね、ポール、こちらのポール、はい、ポールです。はい、ポールをこうポールとペグが、ポールとペグが入ってるので、はい、これですね、ポール、はい、ここが、はい、2つ入ってます。はい、でこれ、はい、こうやってまっすぐにねしていきます。はい、これあの畳み方とかもありますので、はい、最後に畳んでいきます。まずはこれ設営するときはこうやって、まずはまっすぐね、ガンガン、はい、このように、とにかくまっすぐ一直線、はい、一直線です。はい、に、はい、やられます。でもう一本のポールもこうやって一直線に、はい、並べます。はい、一直線で、はい、これで2本このように並びました。でこの、さっきのこの紐を通す場所がこうバッと広げると出てくるんで、まずは通してみます。はい、この端から通していきます。バーッとね、こうやって通していきます。でもう一個通すところがあるので、はい、あ、こっちですね。2本ポールがあるってことは、2つこう通すところがこのシートのどっかしらにありますので、よく見てください、探してください。はい、でこうポールを通します。はい、こうやってね、ほら、こう通してます。2本同時に、まあ、ある程度こうバーッと通していく。はい、はい、こうやってね。でそうすると一番最後にたどり着くわけですよ。こうケツにたどり着くっていうんですかね、こういうことですね。ここにほら、でここをしっかり破けないようにしっかりかませるっていうか、この保護してあるところにポールが来るように。はい、逆側も同様です。
2本ポール出したんで、こうシートが切れないように丁寧にポールをこう刺していって、このガードしてある生地が厚くなってるとこですね、はい、にポールがしっかり来るように、はい。で、あとはこれバーッと広げて、はい、運膜っていうかこういきます。これ X 型に、ね、なってますので、これをこう全部ピッと、はい、こう、まあ、片方ずつでもいいと思うんで、ビーッとこう、はい、ほらほらほら、こうなんかできてきた、こうこの何て言うんですかね、この紐のところにね穴があるんで、これね、この紐のところの穴に通す、つける、いきまーす。こうぐーっと来て、このポールをこの穴につける、はい、つけました。で、反対もこうぐーっと、ビーっと、ほら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 、反対もこの、ほら、ここね、こいつ、この熱く、あのポール刺す穴のところに、こう、ぐーっとつけます。はい、あ、いや、あれ、つけます。はい、これでつきました。で、ほらほらほら、テントっぽくなりました。で、入り口がこうありますので、はい、入り口、ほらほら、これが入り口ね、ここが入り口になってます。はい、で、こんな感じ、ほら、なんとなく立ちました。はい、で、この紐があるんですよ、こう紐が、ほら、失礼します、ほら、紐、これ紐ね、ここにそのピーッとこうやって風とかあれね、するように止めるんですよ、テグで、はい。まあ、とりあえずこれで上からシートをかぶせます。はい、これで上からシートね、これフライシートっていうんですかね、かぶせます。で、かぶせる時のポイントは、この通気口、通気口が、ほら、あった、通気口があるんで、この正面から見たとき、通気口ないので、通気口が反対、要はこっちになってます。はい、こっちになってますので、はい、通気口を前に合わせて、こういうことですよね。はい、そうすると通気口の位置が合いますと、はい、そういうことですね。で、このシートの端っこに、ほら、端っこにプラスチックのカチャンってこう止めるやつがあるんで、このポールを止めたところの穴のところに、こうカチッと、ほら、カチッと止めます。はい、で、反対側ですね、あれ、ほら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 、この位置が、空気口の位置が合ってきました。はい、で、このまた端っこ、プラスチックの部分とこのポールのところで最後止めたところですね、ここをカチッと、ほら、ね、で、あとは反対ですね、反対、入り口側、はい、失礼します。はい、ほら、この入り口の端っこを止めます。これでね、はい、端っこ、はい、4箇所ありますんで、4箇所止めていってください。はい、これで、ね、完成、テント、はい、すぐ、もう結構真剣にやればさささって10分以内に立っちゃいますね。はい、で、あとはこのペグですよね、ペグ打ち、はい、こう紐がこうあったじゃないですか、この最初のテントの内側のところに、これですね、これ、この紐
で、この紐、この紐をこの内側から通すところがあるんで、このね、フライシートに通すところがあるんですよ。ここにこうやって、はい、じゃあこれ通してあげて、ね、通してここで止めてあげる。ペグで止める。まあ、どう止めてもいいと思うんですけど、ここでこう止めてあげて、ペグで止める。で、あと、このテントと、ほら、テントとこの、なんだ、フライシートとポールのところのところに、ペグで止めてあげる。そうすると、しっかり風がビュービュー来ても大丈夫。はい、しっかり止めてあげる。はい、これ大事。はい、で、それが各箇所にありますので、必要な場所にしっかりペグ止めてあげる。はい、まあ、テントの設定こんな感じで簡単ですね。はい、アライテント、トレックライズ1、非常に簡単に、あの、パパパのパで、あの、テント設定できます。はい、で、このほらガーッと開いてみると、このようにフライシートと、ほら、このなんだ、内側のシートが両方このようにカバーがこうほらついてるんで、ほら、出た。で、さらにもう一個この止まってるんで、網と布、内と外でね。で、中も広々になってます。結構広々。僕身長180センチで、この中寝ても全然問題ないです。はい、この、はい、非常にいいですよ、これ。アライテント、トレックライズ1、はい、テントですね。非常に便利です。身長180センチでこう寝ても全然問題ない。はい、し、自分の荷物ですね、1泊2日、まあ、それなりの荷物、テント入れたりとか、それなりのでっかいリュックですよね。はい、40リッター以上ですね。はい、から80ぐらいまでは、全然中入れたりとかしても、まあ、有意義に結構。はい。で、2人でも問題ないです。はい。2人一緒にテント泊っていうのでも、全然中、広々使えますんで、はい。あの、ソロキャンにはおすすめですね。僕非常に大好きなテントです。アライテント、トレックライズ1。非常に簡単に設定できますね。はい、このように。はい、で、じゃあこれ外す方法ですね。外しも簡単ですよね。これやってきたことをまんまやればいいだけなんで、まずフライシートですね。これ外します。これ雨とか風です。はい、雨風にはもう持ってこいです。はい、外します。で、外してあげます。はい。で、あの、ポールのね、外し方が、まあ、ポールね、でも簡単です。こうやってフライシートをわーっと外してあげて、ね、外してあげて、あと中の、この、なんだ、失礼します。ほら、ここ、ね、こいつを外す。こいつを外す。ここをちょっと丁寧に。はい。はい、外す。はい。で、反対側も外すと。外す。はい。で、このポールの、このまとめ方、この抜き方も結構丁寧に抜いていかないと、このように、ほら、紐だけガーンってなっちゃうんで、こうするとまた大変なんで、こうやって大変になってしまうので、こういった場合は一回もう戻す、一回差し込みます。しょうがない、これ一回差し込んでね、途中で外れちゃった場合、一回差し込んでね、差し込んでまっすぐにした状態で、これまたもう一回丁寧に、あの、こう抜いていく。はい、これ大事です。はい、結構書いてありました。で、これで抜けました。はい。で、これの畳み方なんですけど、真ん中です。真ん中で、こう、抜く。
で真ん中で真っ二つにする。でまた真ん中です。はい。でまた真ん中。あ、これが最後。いや、また。また真ん中で。よいしょ。でそうすると最後ちょっと残るんでこれ折ってあげる。これ正しいポールのしまい方です。はい。そうするとこの容器にしっかり入ると。はい、容器にしっかり入る。はい、しっかり収まるっていうんですかね。はい、ね、はい、こんな感じ。はい、ですので、まあ、こんな感じですよ。で、あとはこれ一個一個丁寧にね、袋にまた戻していく。で、結構こういうテント用品って、この袋ですよ。結構ちっちゃいわけですよ。ね、コンパクト。はい、ですので、しまうときにしっかり丁寧にこうしまっていく、空気をしっかり抜いてしまっていかないと収納が、あれ収納できねえってなるんで、コンパクトだから袋は、はい、で持ち運びも便利ですから、はい、のでコンパクトになってるんで、収納の時しっかり力入れて収納してあげるっていうことが、まあ、簡単に早く収納するコツなのかなと思います。はい、ですので、収納、まあ、設営から収納だけでまあ、慣れれば多分合計10分かかんないかなと思いますので、ぜひまあ10分以内で設営して、まあ10分以内で片付けるみたいな感じで目安にしていただくと、まあ初心者さんでもそのぐらいでできると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、アライテント、トレックライズ1の設営と収納方法、ご視聴いただきありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いします。イエーイのイエーイ、ありがとうございます。イエーイのイエーイ。